荒川早稲田間を走るチンチン電車、都電荒川線。昭和39年に地下鉄が開通するまで、地元の人だけではなく学生にとっても便利な交通手段でした。終点の早稲田駅、駅から歩いて5分のところに大学があります。廃止が何度も検討された荒川線は、都電を愛する町の人たちの運動に守られ今も健在です。大学南門前の商店街は学生の生活に欠かせないところです。80年代後半、急速にビル化が進んだ街の中にもまだ懐かしい店は残っています。昭和34年から続く食堂稲穂、ラーメン一杯380円、安くお腹がいっぱいになる学生食堂です。ご主人長谷川博さんは27歳の時に茨城から上京、3年間修行して教授だった叔父の勧めで早稲田に店を構えました。食堂を開いて36年、長谷川さんの還暦の祝いには大学 OB が400人も駆けつけました。はい、どうぞ。よし、じゃあ今日は一本ご馳走しよう。あ、どうもありがとうございます。元気づけのために。すみません。はい、どうぞ。頑張れよ。はい、いただきます。はい、どうぞ。昭和30年代、早稲田の街を賑わしたのは喫茶店です。コーヒーエビアンは当時の面影を残す数少ない喫茶店の一つです。集まっているのは松山出身の学生たち。昭和34年から続くこの店は地方から上京した学生たちのたまり場です。魅力の秘密は時には厳しいことを言ってくれるママ久保田百合子さんです。ママはブルーカーティア。帰りの。お待たせいたしました。今日娘さんは学校ですよ。学校あなたには紹介しない。親と立つに高校生とかしてエビアンを訪れる学生は若い人ばかりではありません。鹿児島県出身の仲間照光さんは週に 1,2 度この喫茶店を訪れます。仲間さんは昭和38年に早稲田の英文科を卒業し、31年間高校教師を務めた後、去年再び学生として大学に戻ってきました。社会科学部で財政学や政治学、法律などを学んでいます。授業の合間には懐かしい店で時間を惜しんで予習をします。改めて来てみたら、中間さんにとって良かったっていうことなんでしょうね。良かったですよね。先生方がね、やっぱりその20代若い頃僕らが見る先生方のに対する見方と、私が今の60歳の年齢で見る見方がまたね、なんとなくこう違って、みんなこう自分たちより、みんなってほとんど自分たちより若い先生方がいらっしゃるわけでしょ、はい、でそういう人たち、まあ、自分も高校の教員やりながら、はい、教師という立場でやってきた経験で見ますとね、そういう人たちがこうすごく一方では研究に精打しながら教育の分野でね、自分が教えている生徒たちにどうやってこの真実を分からせようかっていう努力する姿がね、はい、すごく感動的ですよね。あ、そうですか。で私それはね、自分たちが若い頃見た、みんな年上の先輩ですから、はい、そういう人たちにはそういうものがね
あるっていうことを見抜けなかったですよね。思い切って本当にあれですね、もう一回学生生活を送ってよかったですね。本当ですよね。ただね、羨ましがって俺も行きたいけど行けないよってそんな言ってくれる人もいるんですよね。結局10月ぐらいに帰ってくるんですけど、生まれ育った土地を離れ都会で学生時代を過ごす若い世代の青春と60歳で手に入れた2度目の青春が隣り合う喫茶店、早稲田の街角青春劇場の一場面です。それぞれの青春、光る時代が散りばめられた町。時が移り人が変わっても町はいつも学生たちを包む眼差しがあふれています。夏休み前、前期試験直前のキャンパスです。学部ごとに試験の情報を貼り出す掲示板前広場に学生たちが集まってきました。掲示されているのは試験の時間割とそれぞれの教室です。入学して初めて大学の試験を迎える新入生、進級や卒業がかかる上級生、春から蓄えた力を発揮する1年前半の総仕上げ、頑張る気持ちを伝え合う時です。今日もまた青春を刻む音が響きます。